長岡百血古墳は、栃木県宇都宮市長岡町に存在する横穴母群である。長岡百血と略称されることが多い。長岡百血古墳は7世紀前期頃に造成された家族母的な要素が強い横穴母群と考えられている。東軍44期と西軍8期の計52期の横穴が南面する軽石業海岸の傾斜面に開港している。 近代ではすでに横穴が露出して、原型を止めておらず、埋葬品に基づく交渉は不能であるが、床面に側溝を有する穴も散見されるなど、比較的成熟した技術を持って掘削された墓穴と見られることから、古墳時代末期のものと推定されている。ほぼすべての穴の壁面に、室町時代から江戸時代にかけて掘られたと見られる地蔵菩薩像や罵刀、観音像が見られることから、 外気にさらされていた期間が非常に長いものと伺われ、そのためかけ子も多く保存状態はあまり良くない。宇都宮に伝わる土目記伝説にも登場することから、本伝説が成立した頃にはすでに百血古墳の存在が知られていたものと推察される。長岡百血古墳は宇都宮市北部の宇都宮丘陵の南部、戸祭山の北西陸で田川と鎌川に挟まれた。 大地上に立地する。周辺には、東墳をはじめ、谷口山古墳や北山古墳群、河原塚古墳群、都西大塚古墳などの古代古墳群、また、奈良時代の遺跡である、水道山画用跡などの古代遺跡が数多く、認められており、豊里真ロ場の道が整備されている。一方、近年では、宇都宮環状道路が近隣地に開通し、 宅地化が進んでいる。ありがとうございます。